皆さんこんにちは、バンダイナムコエンターテインメントでドラゴンボールファイターのプロデューサーをしておりますひろきです。皆様もうお気づきかもしれませんが、先日無料アップデートの方をさせていただきました。そこで新しい、モードが入りましたので、そちらのご紹介を今日はさせていただきたいと思います。今回のアップデートではパーティーバトルファイターズカップというモードが2つ入りました。ぜひですね、新しい遊びになっていると思いますので、皆様にご参加いただければと思っております。はい、それではまずパーティーバトルについてのご紹介をさせていただきます。パーティーバトルですが、その名前の通りオンライン上の3人1組で協力して、強力な敵の軍団に挑んでいく期間限定のイベントです。挑む敵の討伐数は全世界共通となっておりますので、いかに多くのユーザーに参加してもらい、みんなで協力するのか重要な感じになっていきます。また最初のイベントは敵心フリーザというイベントを名乗りまして、何回もフリーザが出てきますので、どん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 倒していってくださいね。まずこのイベントの最初の開催日ですが、5月18日を予定しております。ただですね、最初のイベントになりますので、まずはテストプレイという形で皆様に、多くの皆様に参加していただければと思っております。ぜひプレゼントご参加ください。